リッパでかくない？こんなでかいポケモンな。乗れるやん、あれ。アイナさん、キングを沈めた腕前、自分に見せてくださいな。何？ストーカー？ほい！ということで、今回もやっていきたいと思います。よし、ってことで、さあ行きますか。多分、図鑑？ランクが上がるのがね、あとちょっとやったはず。あと一回ぐらい出たらいけるんじゃないかな。え、これ別にさ、夜でもいけたよね。今めっちゃ夜なんやけど。あ、いけるいける。よかった。よかったよかった。それじゃあ、あれここしかないっけ？黒曜の、あ、そっかそっかそっか。こっちで選ぶんよね。銀屋ベース、高台ベースで。ふう、来たぜ。このマークは、私がつけたマークか。サブ任務のやつやね、多分。多分サブクエのやつなんやけど。あ、てかさ、夜にいろいろサブクエがあったはずなんだけども。ピーピーグサ。全然ね、見つからんのんよね。この辺やと思うんよ。この風抜け道よね。風抜け道のとこで赤い光がみたいなサブクエ受けたやん。あれ全くないんよね。てか今って夜よね。月出とるしね。え、めっちゃ空綺麗じゃない？まあ、雲はいっぱいあるけど。赤い光とやらは一体どこにあるんすかね。どこにあるんですか？今動いたよね。赤い光。あれはなんか鉱石的なものか。ちょ、待って。ポケモンいつでも出せるようにしとこう。いつもね、あそこポケモン出すのと、道具出すの、ボタンがごっちゃになるんよね。この世界さ、夜になってもそんなに暗くなくない？思ったんやけど、あの木めっちゃ揺れよるの気になるんよね。ねえ、あの木超揺れよることない？これこれこれ。おう、ケイシーじゃねえか。これ何？あ、これポケモンかと思った。違うんや。虫よけそう。え、この道具は持ちきれません。マジで。私も持ち物そんなにいっぱい？あ、ちょっと待って。これや。え？これ、これか。いつもちょっと、やばいね。驚いたミノムッチが飛び出してきた。ミノムッチって捕まえてないんやない？え、捕まえてないよね、絶対。いい感じじゃない？ちょっと、電光石火。新しいポケモン捕まえよう。ボール私は持っとったよね。あとね、前回、うん、あるある。よっしゃー。なるほどね。ああいうなんか揺れよるやつは、今までゲットしたポケモンばっかりかと思ったけど、そうでもないね、ちゃんと。やったー、ミノムッチを捕まえる。さっきなんかポンって道具にならんかった。気のせいか。オレンの実。拾えん。虫の抵抗を見た数、虫の抵抗っていう技を使ったのかい？そんな技があるのね。じゃあさっきからさ、なんかめっちゃ揺れよった、うわ、あれは、目が光ってるやつ。ちょ、待って。よし。乗っとくね、怪しし。戦います？いや、逃げてったけん。私より弱い感じかな。そっか、これ乗ったままじゃできんのか。なんか、どのあたりに弾が出てくるとか。風の通り道？抜け道？なんか、そんな感じのことしか書いてなかったんやけど。範囲広くない？
どうも、みんな徹夜なん？ポケモンを一匹捕まえたのですね。報告をお願いするのです。はい。多分100ポイントもいらんかったと思うけん、もう受けたんじゃない？どうよ。ポイントは？100ポイントぐらいは必要やったんかな。調査が進んだようですね。早速報告してください。ふんふん、なるほど。得られた情報で図鑑を更新します。お、今回はズバッとマグマらしいミノムッチ更新。お、もういいやん。イエーイ。これで二つ星？すごい成果です。団員ランク昇格ですね。島星隊長に報告するのです。これからどうするんですか？いや、報告するんで村に戻ります。では、ことぶき村に戻りましょう。大丈夫です。警備隊も一緒ですよ。ふぅ、帰ってきたー。帰ってきたー。これ、サブクエめちゃくちゃ受けまくっとんやけど、全然解決してないよね。まあ、時間かけんと解決できんやつばっかりなんやけどさ。まあ、でも受けれるやつは受けとかんと、ね。ね。この人よね。確認する。図鑑タスクはこなしているか。うん。見せたまえ。どうぞ。どうすか？ちゃんと達成したよ。承認する。ランクアップの手続きだ。やったね。団員ランク結構あるね。10段階なん。マジで？めっちゃあるやん。君の銀河団団員としてのランクは2つ星に上がった。見た目の変化はないんかな。アイノは新しくフェザーボールが使えるようになった。レベル30までのポケモンが指示を聞いてくれるようになった。調査報告で得られる報酬を多くもらえるようになった。お、それはいいね。これらも渡す。クラフトに必要なレシピだ。アイナはフェザーボールのレシピを手に入れた。これは鳥ポケモンってことよね。え？違う？え、そうよね、きっと。アイナはいい傷薬のレシピを手に入れた。お、助かります。では、次なるランクを目指し、ポケモン図鑑完成に勤しめ。君のランクであれば、グレンの湿地も調査できる。任務について情報を提供する。グレンの湿地にある随の遺跡だ。ガチグマのキャプテンはそこにいる。お、グレンの湿地にある随の遺跡で夕顔に合う。日夏の悩み。人の名前が全然入ってこねえ。誰なんだ。あれなんか向こう、あ、あれはあれか。あそこのやつやね。ボードやね。ってことは、もうここにはないということかな、何も。うんうん。オッケー。びっくりした。イベントっすね。どうも。あゆな、ちょいと特訓に付き合ってくれるか？いいっすよ。まあ、任務もあるけど。よし、お前といい勝負ができたら安心して調査ができるからな。何？また勝負？どんだけだよ、定期的に。調査隊のテルが勝負を仕掛けてきた。いや、まあでもね、今までのポケモンとかも定期的にこうライバルが現れて、なんかその時その時の進捗報告じゃないけど、なんかいろいろあったよね。マネネって何タイプやっけ？エスパー？アクアジェット。イエーイ、何にも当たってないよ。電光石火。イエーイ、いいね。あっちの方が結構レベル上やけど。でも向こうがレベル19とかってことは、あ、20。あー、やめて、効果もつぐ。ちょい。これは、不安定。でも不安定飛行タイプも入ってるけど。飛行タイプも入って、マグマラシで行こうっと。ちょっと今手元に地面タイプとか岩タイプとかがいないので、キノコ。こっちも平均レベル20ぐらいは行ってないといかんってことかな。20超えとる子なんか一人もおらんかった気がする。全然おらんかった気がする。
待って、コリンクで行くね。だってムクバードとブイゼルは絶対ダメやん。確実に効果抜群だってなるけん。これ戦い終わったら回復してくれるんやろ。してくれんと困る。よし、ふう、決着。まいったな。この結果はまたピカチュウに怒られちまうぜ。しょうがない、しょうがない。あ、ムクバードがレベル20超えとるやん。さすがの強さだな。キングに勝つのもわかるってもんだ。そんな諸言でも大丈夫よ。よし、新しいレシピだ。アユノはヒ素やかスプレーにレシピを手に入れた。ヒ素やかスプレー？何それ？虫除けスプレー的なやつ？あのな、近頃あちこちで時空の歪みってのが発生するんだよ。それで歪みを覗いてみたら、いい動画見えたから入ったけど、強いポケモンだらけで死にかけた。お前見かけたら気をつけろよ。よし、シッチベースに行こうぜ。そんな強いポケモンばっかり嫌だな。場所は広がったんかな、これで。シッチベースとかなくない？あ、こっち？あ、行ける場所が増えた。シッチベース行きます。結構透明になったんじゃない？これで。ね。おー、水だらけや。グレンの湿地。グレンの湿地です。こちらには毒を使うポケモンなどがいますよ。毒系。任務は大変だけどね。おっと、お前はズイヌ石に向かうよな。ズイヌ石ならあっちだ。ほら、この先に見えるだろ？どれ？あ、なんか微妙に穴が開いとんかな。山に。時空の歪み、いつどこで発生するんだろう。地図を見ればいいのかな。へえ、地図にそんな浮かび上がってくるわけなくね。時空の歪み、時空の歪みの中は強いポケモンが現れる危険な場所。ですが、勇気を出して踏み込めば、珍しいポケモンや道具と巡り合えるかもしれません。へえ、それは欲しいな。途中で脱出とかできる感じ。二人とも無理せず、でも張り切ってポケモン調査をお願いするのです。じゃ、あれか、ちょこちょこ時空の歪み的なあれが出てくるようになるってことやね、これから。もし野生のポケモンが強いと感じたら、訓練場でペリーラさんから強い技を伝授してもらうといいですよ。了解です。グレンの湿地にあるズイの遺跡で夕顔に会う。お、なんだ？サブクエスか？あなた、話題の調査団員ね。ぜひとも頼みたいことがあるの。両手に赤と青の美しい花を咲かせる優雅なポケモン。あ、何やっけ？ロゼリアやっけ？ふんふん。ロゼリアについて私知りたいの。金色の平野まで来て、ロゼリアを眺めてるだけじゃもう満足できない。金色の平野ってどこや？ここ？ロゼリアの図鑑完成したら私に見せちょうだい。お、この辺ロゼリアおるってこと？美しい花には、トゲが？それはバラか？お、あれスボミーじゃない？違うかな？ちゃんと回復してくれたんやろうね。え、ちょっと待って、ちょっと待って。とりあえずむ、これはやっつけてしまおうかな。かわいい。かわいい、すごみ。電光石火ぐらいやったら大丈夫かな。おお、結構。すごい勢いで毒を飛ばされた。モンスターボール。いけ。捕まえられるか。イエーイ、やったね。やった、スボミーを捕まえた。ふぅ。これでスボミー初。またなんかあれかな、材料とかも新しいものが手に入るのでは。ここにもコダックが出るんやね。スボミーだらけだわ。特に何も。特に何も。これは、玉ゼンマイ。そういう道具がいっぱいなんよね。このいっぱいになった道具は一体どうすればいいのか。家に置いてきたりとかできるんかな。なんかすごく狙われている私。
ん、あれは、あれポケモンか、え、違うな、素材か一瞬これポケモンかと思った。もう追いかけてきてないよね、さすがに。あれもしかして水中におるのあれパラス？ね、見て見て、めっちゃぷかぷか浮かんどるコダック、可愛くない？浮かんどるっていうか座っとるねめちゃくちゃ座っとるね。何？え？めっちゃ怖いんですけど、何今の、シビレゴナかなんかってことかな。ちょっと怪しい神のとこ、怖いけん。あれは？あれ何？見たことはあるけど、なんていう名前のポケモンかわからん。なんか、すごい特徴的なやつ。よし。ムクバードで行こう。ん？ずっとこっち向いとった背中向けとるかと思っとったんやけど。電光石火。マスキッパや、マスキッパ。見たことあるよ。九州に。さすがにこれぐらいじゃちょっと厳しいよね。ポリンクと入れ替えようかな。ちょ、待って待って待って。さすがにこんだけしか減らしてないのはね。いっけー、コリンク。電気ショック。全然減ってなくない？全く減ってなくない？電光石火で。もういけるかな？一応しびれたし。うんうん。モンスターボール。いけ。おし、いいぞいいぞ。あの辺になんかない？気のせいか。よし、マスキッパゲット。これで初やね。電光石火を見た数8回。あ、橋がかかっとんか。うんうん。え、いやー、助けてー。お、覚え、キャーあっという間に溺れるよね。どんだけやねん。おいし。あれは、あの、親分のやつと同じポケモンじゃない？なんていう名前かは忘れたけど、なんかアスムがあれや。アスムがなんか、しとったよね、サムネに。あ、待って、降りたい。超降りたい。そして、何？なんか何もしてこないんだけど、この子。なんか近いけど、大丈夫？そのまま捕まってくれる？あ、超いい子やん。コロトック。あ、この、これか。コロトックっていう名前出しとったよね、なんか、サムネに。ん？なんか、なんか転がっとったよね。何？何の音楽？こいつ何でもないんかな？特に何でもないんか。急になんか、爽やかな音楽に変わったけんびっくりしたんやけど。回避、回避だ。野生のポケモンが警戒して放つ技は回避して避けるのだ。回避している間は相手の技を一切受け付けないぞ。了解です。ここやね、随の遺跡。なんか誰か倒れてない？あ、違うわ。リッパか。誰？おばあちゃん。わしは夕顔、新時代のキャプテンさね。思ったより随分お年がいっていたわ。おや、神なぎの笛。あなたが時空の裂け目から落ちてきた人間なのかい？そうです。ね、自分では記憶ないかもしれんけどね。もうそう言われとるけんそうなんだろう。なるほどね。あなたの話は聞きましたよ。
荒ぶるバサギリを沈めたと。あ、どうもどうも、有名人やね、すっかり。それで助かった人もいますが、他に方法はなかったのかね。何？ポケモンがかわいそうって？だってポケモンを力ずくで黙らせたようなものでしょ？しかもあなたはボールとやらでポケモンを捕まえまくるとか。そのような銀河団の力は借りません。もちろん混合団の力も。ひなつという娘が助力を申してましたが、混合団と力を合わせるなんてね。あそこだってね、すごい、譲歩してって感じじゃない？さあ、お行きなさい。わしにはやらねばならないことがたくさんあるんですからね。リッパでかくない？こんなでかいポケモンな。乗れるやん、あれ。アイナさん、キングを沈めた腕前、自分に見せてくださいな。何？ストーカー？何こんなとこまでついてきとん。いいけど。あなたと戦うことで、キングの強さ、その一端を知ることができるかも。そんなことはないと思うけど。一応紹介のウォロが勝負を仕掛けてきた。かわいい。トゲピーかわいい。トゲピーって何タイプ？フェアリー？ノーマル？いけでしょー。でも正直トゲピーはね、トゲチップに進化したらそんなに可愛くないというか。あれなんすよね。回復した何？何の技やった今。ドレインキッス？やめてよ。やめてよ。ムクバードで、いきます。相手2匹よね。オッケーオッケー。エアスラッシュ。へへ、いい感じ。風起こし、ちょっと緩やかになったけど。さあ、もう一匹は深まる。これもなんか可愛いよね、ちょっと。連続攻撃はやめてください。この子何タイプ？地面とかかな。ちょ待って、道具、傷薬を使いましょう。ムクバードに回復回復。速攻でやられるけど。エアスラッシュ。お、いいねいいね。ちょっとあと2回くらい耐えてくれるかなって思ったけど、1回でダメやった。マグマラッシュ、いきます。電光石火、おっしゃー。2匹よね。オッケー、決着。お、なんと卓越した指示。いやいや、楽しい時間でしたね。それは良かった。イエーイ、レベルアップ。なんという強さでしょう。では、ポケモンを元気にしますね。ありがとう、ちゃんと回復してくれる、優しい。ゆうがおさんの盗まれた石板、探すのはあなたにお任せですね。何それ？そんな話は聞いてないですが、石板？まあ、さっきからね、目の前に石板があるなとは思いよったんやけど。そうなのですよ。隋の遺跡に残されている石板の一部が盗掘されたのです。これね。噂に聞いたことはありませんか？野党三姉妹。一応紹介もちょくちょく襲われ、迷惑を被っているのです。マジでちょくちょく襲われるんやばくない？夕顔さん、大事な石板を取り返そうとなさっていますが、さすがに99歳であちこち行くのはね。99歳？めっちゃ元気やん。やば。マジで60、70ぐらいかと思ったよ。どうです、アイナさん、石板を取り返してあげれば。もちろんお手伝いしますよ。マジで手伝ってくれるん？召喚に商品をちょろまかされて自分も頭に来ているのです。それに遺跡を荒らすなんて自分としても許せません。相手はポケモンってこと？そういえば湿地ベースの近くでは焚き火跡を見たことがありますが、あれって何か関係ありますかね？ん？人間なん？ポケモンが火を使ったりせんよね。
怪しい野党たちから石板のかけらを取り戻す人なんか。なるほど。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。